はい、皆さんお疲れ様です。シマウマです。今日はですね、ちょっと紅葉でも見に行こうかなと思って、今新湘南バイパスを走ってます。いや、どこ行こうかね、ずっと考えてたんですけど、まあそんなに、遠くも行けないので山中湖、はい、ちょっととりあえず行ってみようかなと思ってます。いやー、やっぱこのマルチ、川崎マルチの音、いやーすげえな、速えな音もいいし速い、やっぱり気持ちいいっすよね、ビッグバイクはね。こういうバビューンと加速したいところで加速できるのは、ビッグバイクの魅力ですよね。最高最高。はい、山中湖にとりあえず向かいたいと思います。今日はツーリング動画です。それでは、はい、山中湖へ降りてきました。おお、綺麗じゃないですか。もうすぐあのドンツキでね、山中湖にぶつかるんですが、まあ富士吉田の方に行ってみますか。ちょうどバッテリーが切れました。いや、いい感じですね、やっぱりね。ちょっと山中湖ぐるっと回ってみますか。お、いい感じじゃないですか。お、青空もちょっと見えてきた。まあこの木の種類によるんですよね、きっとね。まあ赤く真っ赤になったり黄色になったりっていうのは木の種類によると思うので、まあその両方がね、こう折り重なってるとめっちゃ綺麗ですけどね。お、ここも綺麗だ。お、日が出てきていい感じじゃないですか。お、いつも湖来ると思いますけど、このスワンボート乗りたくないですかスワンボート結構高いですけどね、こういうのね。あのSJ ライディングさんのこの前の動画じゃないですけど、こう子供の頃そんなね、乗りたいって言ってもやっぱ高くて貧乏だったから、だね、家族と旅行来ても乗せてもらえなかったんですよね。なんかそういうのがあるから、そういうのにこう自分で大人になって、まあ高いなと思いつつもお金を払える自分、そしてなんかそういう、なんだろう、そういう時って必ず昔のそういう子供の頃のことを思い出しちゃって、なんだろうな、こうちょっと切なかったり、その時の親父おふくろの気持ちはどうだったかななんて考えるとね、なんかすごく切ない気持ちになったりもするんですけど、まあその反面自分がね大人になったなっていうなんか感じもあって、そういうなんか子供の頃、幼少の頃のことって結構覚えてて、そうなんだな、面白いですよね。あのだから SJ さんのあのこの間先日上がった動画はね、なんか感慨深く見ちゃいましたよ。いいね、後ろも車来てないし、のんびりと。おお、綺麗じゃないですかね。
やっぱこう赤の中にちょっと緑と黄色があると最高っすね。まあ紅葉自体はね、多分あのやっぱり日光とかあの軽井沢、関東だとあとどうだろう、千葉養老渓谷、うん、とかね、すごくもっとねコントラストがあって綺麗だと思うんですけどね。私ね昔行ったあの新潟のね八海山で、まあお酒じゃないですよ、山、まあ八海山っていうそのピークはないんですけど、そこに 2,3 度登ったことあるんですよ。まあ途中までこうリフトで行けるので、まあその山登りとしてはね、あの歩く時間は短いんですけど、まあそれはねそこそこあの岩場があったり鎖場があったり、結構ねまあ落っこったら死んじゃうっていうようなとこなんですよ。こう8峰ねあってそれを越えていくんですけど、まあそこもね紅葉も綺麗でしたね、うん、まあ色とりどり本当に見事な紅葉でしたよ。まあ八海山っていうとね、どうしてもなんか私もそうですけどお酒のイメージですけど、はい、まあもしこう山歩き好きな方いらっしゃったらね、八海山おすすめします。ちょっとしたスリルとサスペンスが味わえますよ。まあ今はね全然歩けないんですけど、体力がなくて、まあ私高校の時山岳部だったんですよ、北アルプスを中心にね、後ろ立山、そして穂高、槍、登りましたけど、まあ普段ねトレーニング代わりに丹沢でね、今も時々金時山とか登ってはいるんですけど、なんか最近またねあの山に行きたい病がちょっと発令してましてまあこう体が動くうちにもう一度行ってみたいのが穂高、唐沢、まあそこで見た星空が結構綺麗で忘れられない、うん、五竜、唐松、うん、あの辺ももう一度ちょっと歩いてみたいなと思うんですけどね。まあこの辺もテニスコートがあるので、昔は大学のテニスサークルの合宿とかね、そういうのもいっぱいやってたんでしょうね。そうそう、大学の合宿といえば私もね、あのまあ大学は自動車部だったんですけど、まあ学生会みたいのをやってまして、まあその合宿、まあ合宿って言っても別に要は遊びに行くだけなんですけど、軽井沢とか行きましたよ。はい、いやああいうのなんか楽しかったな、うん、自転車借りてね、先輩後輩、もしくは自分が一番上になればね後輩と、で私が通ってた大学はあの武道系のがこう何体系がこうしっかりしている大学だったので、まあそれは結構上下関係が厳しかったんでね、うん、大学なのに、しかも私はあの1年間寮に入ってたんで、まあ軍隊みたいな今では考えられない本当軍隊みたいなね、生活を1年間送ったんですよ。前も話したかな、大学生になってですね、何ヶ月か入って毎日正座ですよ、正座もう入った初日から学校の校歌を覚えるまで歌らされるんですよね、うん。まあなのでね、そういうこう合宿とかっていうのはね面白かったですよ。それは自分が1年生2年生の時はね
それはまあ地獄というか、まあそれなりにこう気を使って、はい、なんかビールの注ぎ方とかね、そのビール瓶の持ち方とか挨拶の仕方とかね、うん、そんなのをやってましたよ。まあ3年4年になればね、まあその分、まあ同じことは私はやらせなかったですけど、まあ、うん、その気の利く後輩はね、はい、別に言わなくてもやるやつもいたので、例えばタバコくわえるやね、あのパッと飲み屋みたいに火が出てくるわけですよ。じゃあ失礼しますとかっつってね、もう火が横から出てくるのがいいんだよとか言いながらね、うん、まあ今の多分こういうことを言うと本当に親父で嫌われますけど、まあ時代が違うんで本当ね、うん、そんなのどっちがいいかなんて、まあそんなのない方が楽でいいと思うんですけど、まあそれはそれでね、今思うと楽しい、うん、楽しかったですよね。まあその頃こう一緒にその寮生活をしたやつが、あの十和田湖ツーリング行ったりね、はい、行ってる2人なんですけどね、うん、まあそれこそ本当に同じ釜の飯を食ったというか、まあ貧乏ですからね食うものがなくて、食うものがなくて、毎晩柿の種6袋のやつの1袋を主食にして酒を飲んでいた、はい、そんなそうやつらなんですよ、はい、ね、ウイスキーだってね、そんなあのオールドだってリザーブだって買えないんですからね。最初はねトリスだったんですよ。トリス安かったんですよね。でそのうちトリスも買えなくなってですね、あのGウイスキーっていうのがあるんですよ。一升瓶で1500円ぐらいなんですけど、もう最後の方はねそれになってましたね、はい。いやー本当貧乏でしたね。貧乏、貧乏なんて言えないんだね。もう美だよ美貧乏の棒とかつかない、美ね、めちゃくちゃでしたからね本当にね。人、お、一周回ってきた、一周回ってきちゃったよ。ちょっと早いなやっぱり。止まって